いわき山。いわき山は、青森県弘前市及び、西津軽郡味ヶ沢町に位置する火山である。標高は1625メートルで、青森県の最高峰である。日本百名山及び新日本百名山に選定されている。その山陽から津軽富士とも呼ばれるほか、しばしば、大つけて、おいわき、山あるいは、おいわき様とも呼ばれる。 岩木山は、円水系の清掃火山で、山頂は三つの峰に分かれており、広先側から見た右が岩鬼山、岩鬼山、左が鳥海山とされるが、これらは火山活動により生じた外林山の一部である。三部の中心にある、岩木山は、金城型の中央加工級であり、山頂に一等三角点が設置されている。もともと山頂にあった直径800メートルの、 破壊された河口に溶岩ドームが生じて現在の身分のもとになり、それらの溶岩ドームは1万年より新しい。岩木山の西陸や南陸にも三個の川火山があり、他にも山腹に多数の爆裂河口が見られる。また、山頂から北東にある赤倉沢の馬蹄形河口は大規模な山体崩壊を示しており、北、東山六の岩屑なだれ堆積物には、 かつての崩壊の影響による多数の流れ山地形が見られる。なお、岩木山の地質は安山岩、塩56から64%からなる。比較的新しい火山のため、鉱山体と紅葉樹林帯の間に新葉樹林帯が見られず、崖看場がそのまま外償化していく得意な光景が見られる。特産種である道のくこ桜。 白山小桜に近縁種で花がより大型であると、本州では数少ないエゾの津賀桜などの鉱山植物が自生している。津軽富士とも呼ばれている郷土富士で、太宰治はその山陽を十二単を広げたようで、透き通るくらいに千軒たる美女と例えている。富士山と同様に古くから山岳信仰の対象とされ、山頂には岩木山の神社の奥宮が置かれた。 江戸時代には、広崎藩の鎮守の山とされ、歴代の藩主が岩木山の神社に寄進を行ったため、その社殿は荘厳なものとなり、奥の日光とも呼ばれた。山域は1975年、昭和50年3月31日に、津軽国定公園に指定され、南陸に広がる2587ヘクタールの公園は、青森県の岩木公園県立自然公園に、 指定されている。西暦1600年以前の活動は不明点が多いが、気象庁によると、山頂の溶岩ドームは1万年より新しい。約1万2000年前以降の活動は、山頂での噴火が中心である。岩木山は古くから山岳信仰の対象とされていて、山頂には岩木山の神社奥宮がある。岩木山の神社には、 五代柱の神である岩木山大臣が祀られている。単語国の老頭を大江寺連の陰謀によって滅ぼされた岩木正氏の子、安寿と逗子王丸の伝説が残されており、安樹が岩木山に祀られているため、岩木山の神は単語国の人を意味嫌うという言い伝えがあった。単語国の人が統治に入ると風雨が打ち続く悪天候となり、 船の出入りができないとして厳しい吟味が行われ、入り込んだ、単語国の人は追い出された。安政五年五月二十四日の不礼には、刑実天気不正につけ、五部分へ、単語者入り込み総郎なりも南京につけ右体の者、検討校舎、早速総弁公様、なおまた書官人等も吟味子総老様、日屋ぐつけ交換、ご家中並在調寺者とも不栄校様、 このダンヒサルフレコー以上、おめつけと書かれた。山頂の神社奥るでは夏季になると職員が常駐し、お守りや登場記念の手ぬぐいを購入することができる。岩木山から遠い御所川原市志浦地区には、関東で見られる、富士港のように、近隣の三角水型の小さな山であるモヤ山、標高152メートルを岩木山に見立てて参詣する習俗があった。 志浦地区の藻山には岩木山の神社があり、別名、脇本岩木山と呼ばれている。岩木山の神社で、毎年旧暦8月1日に行われる、霊大祭、小山山系、山影とも言うは、津軽地方最大の農作祈願祭で、国の重要無形民族文化財に指定されている。多くの人々が、五国法上や、家内安全を祈願して、 深夜に山頂を集団倒廃し、御来光を拝む。三景寺に唱える言葉は、主言形のものである。小山三景がいつから始まったかについては、鎌倉時代の初期からという説もあるが、はっきりしない。現在のような形式となったのは、江戸時代中期1719年の頃とされる。当時は、8月1日に山に入れたのは、藩主のみであった。 現在のように一般の人々による参詣が主となったのは明治に入ってからであるとされる。お山参詣は向かい山、宵い山、昨日山、一日山の全三日の皇帝で行われる。初日の向かい山では多くの人々が岩木山の神社の参道を登って参詣を行う。二日目の宵い山では参拝者たちが白装束に身を包み、 と山林に合わせて、祭儀、祭儀と叫びながら、黄金色の御てぐらや多彩な登りを掲げて、いわき山の神社を目指す。三日目の、昨日山は、旧暦8月1日にあたり、参拝者たちは、未明から一斉に登り始め、山頂付近でご来光を拝む。いわき山の神社に、東廃の報告をし、バダラ踊りを踊りながら帰宅する。バダラ踊りは、 東杯を終えた喜びと、岩木さんの心霊の力により、東廃者たちに人通力が宿ったことを表しているとされる。独立峰のため山頂からは360度の展望が得られる。山麓には岳温泉、湯断温泉、百沢温泉といった温泉地があり、温泉郷に挟まれて存在する沼や湿地帯は水場町の大群記事として知られる。 いわき山では1985年、昭和60年から、大山桜の植樹による桜並木作りが始まり、現在、約6500本が4月下旬から5月上旬にかけて開花し、約 20km に及ぶ並木道を彩っている。また、1905年、明治38年、 岩木山の神社の深淵とされる地に植樹された吉野桜二千本のうち、現在約千本が残っており、桜の名所とされる。東北自然歩道、愛称は、新奥の細道のうち、岩木山周辺にあるのは、1 2 3トルの岩木山の神社参拝の道と、8 9トルの並木と山の入れようぐる道である。 株式会社岩木スカイラインが経営する津軽岩木スカイラインは調査開始から4年以上の設計、工事を経て1965年昭和40年8月25日に開通したもので青森県で最初の有料自動車道とされる4月中旬から11月上旬まで羽黒温泉橋から岩木山の西側山腹の8号目までスカイラインを通じて自動車で行くことができ 広崎バスターミナルからの乗り合いバスも運行されている。69のカーブからなる、つづら折れの構成が特徴である。なお、終点から9号目の鳥海山までリフトが運行されている。岩木山の7から8号目の津軽、岩木スカイラインカーブの52から69番カーブ周辺に、カラカの館といわれる定石がある。空掘りの跡や土類、石類があった。 北西山腹には、青森スプリングスキーリゾート、旧、味ヶ沢スキー場なくは白神スキーリゾート、南東山腹には、岩木山百沢スキー場が建設されている。また、南西山腹の8号目までの斜面では、リフトなどの施設はないが、4月中旬頃から5月、上旬の春スキーの期間だけ岩木山、スカイラインスキー場が営業している。登山道は、 長平登山道、大石赤倉ら登山道、弥生登山道、百沢登山道、竹登山道があり。百沢登山道は、岩木山の神社を経るため、小山山系に利用されている。沿道には、岩木山の固有種である、桜相続の道のくこ桜、道のくこ桜のほか、ウコンウツギやハイマツ、宮間近梅などの鉱山植物が自生している。 大鳥なる避難小屋から百沢登山道に少し下ると、種巻縄城と呼ばれる小さな池があり、周囲では道のくこ桜が見られる。赤倉神社を登山口にする大石赤倉登山道では、一番観音から順に観音があり、十一番観音がおばいし、十九番観音の祠が鬼の土俵と呼ぶ場所として有名。1964年。 昭和39年1月に、秋田県大館大鳥なる高校の山岳部員5人が遭難し、4人が死亡する遭難事故が発生した。当時は、高校生だった登山家の根深誠が、この創作活動に参加していた。山頂や登山道の途中には3つの避難小屋があり、このうち、大鳥なるヒュッテは、大館方面高校の遭難事故の翌年に建てられた。 岩木山は津軽平野の南西部に立つ独立峰である。南西には白上山地があり、平野部に隔てられた東には八甲田山がある。岩木川水系の支流である、後長根川、大石川、大鉢川、山田川などのほか、中村川水系の支流である乗明川、白沢、赤沢など、鳴沢川水系の本流、鳴沢川が、 岩木さんの山腹を源流としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。